皆さんこんにちは、ジョコンです。ということで今回もいいところ2023情報を紹介していきます。さあ、先日ライブアップデートがそろそろ終わるよという話をしました。今回こちらのコメントにあったライブアップデート後、波小さいの選手をまとめてほしいというところでまとめていきましょう。さあ、この週末5月20日5月21日、このあたりの週末を除くと残りの試合数、こんな感じとなります。プレミア、ドイツ、オランダ、ポルトガル、もう1試合しか残ってないですね。他も2試合とか3試合とかだったりするんですけど、ライブアップデートがもう残りつくの3週くらいになっているんで、そろそろC 固定期間を考えて、波小さいの選手を集めるなり、 B 固定をしっかりと揃えるなりしていきたいんですけど、さあ今回波小さいの選手をまとめていきましょう。環境に残る波小さいの選手まだ持ってないよという方はぜひ書き集めてください。さあ、波小さいの選手現在1989人いるらしいです。多すぎる。そんな中からポジション別で見ていきましょう。さあ、まずはゴールキーパー、218人の波小さいのゴールキーパーがいるそうです。さあ、まずは安定の守備的 GK199cm クルトワですね。とりあえずキーパーに悩んだ方はクルトワ持っておけばいいのかなって感じです。 FP も結構来てますし、そっちでも十分ですし、持ってないって方は GP49万で、取ってもいいんじゃないかなと思います。今週も B ですね。そして攻撃的 GK の方がいいよという方はドンナルンマいいでしょう。ほとんどクルトワかドンナルンマでこと足りるんじゃないかなという波小さいゴールキーパーですね。いや、積極的な飛び出しを出してほしいみたいな時はノイアーもいいかもしれません。なので、ゴールキーパーはほぼ3択でいいんじゃないでしょうか。クルトワ、ドンナルンマ、ノイアー。続いてディフェンダー、センターバック444人の候補から、まずはルーベンティアスですね。スキルにブロッカーがないのだけちょっと不安要素ですけど、ブロッカーはつけてあげたいところではございますが、シンプル能力で言えばこの選手は取っておいてもいいんじゃないでしょうか。そしてもう一人はリュディガーですかね。フィジカルの数値だったりとかもしっかりと上げてあげると安定感高いです。190センチまずありますからね。ブロッカーがないですね、こっちも。ブロッカーをしっかりとつけるのが条件になりそうですけど、角板持ってるよという方、しっかり持ってるという方はそれを使うことで対応できます。さあ、続いて右サイドバックですけど、サイドバックキャラクターを置きたいのであればやっぱりアーノルドって感じになりそうですが、守備面考慮すると、シンプルはパバールかなって感じしますね。守備的サイドバック持ちで、サイズとかもあるんでその辺の不安も少ないですし、そしてスピードだったりも対応できるものをしっかりと持ってて、スタミナなんかも十分です。あとスキルがいいですね。言うことなし。ブロッカーがこちらもない。あとは両サイドバックできる点を考慮するのであれば、アスピリクエタとか、その辺もいいんじゃないでしょうか。やっぱ両サイドバックできるっていうのは複数ポジション対応できるんで、そこが非常に熱いですね。またブロッカーがない、なんかブロッカーない人多いですけど、ブロッカーはね積極的につけましょう。さあ、左です。まずは一応両サイドできるので、どちらともね、使えますけど、まずカンセロ、こっちもねサイズがあるのでその辺の不安も少ないですし、インターセプトだったり守備系スキルも揃ってます。攻撃参加もねある程度計算立つような選手として、カンセルは持っておいてもいいかもしれません。そして守備面だけを意識するのであればロバートソンでしょう。安定、アグレッシブネス90、スタミナなんかも抜群、スピード瞬発言うことなし、安定のサイドバック。もちろんサイズがねめちゃくちゃ高いわけじゃないんですけど、180弱くらいまでありますし、十分な性能は持っている。スキルも言うことなし。本当パス系とかもあるんで、前線には顔を出しても活躍できるようなしっかりとスキルも揃ってるのもいいですね。さあ、続いてミッドフィルダーです。まずアンカー系ですね。やっぱりロドリ、若干のスピード瞬発不安な要素はあるんですけど、守備能力とスタミナとパス能力、足元系言うことない部分、190センチと、サイズも言うことないですし、この選手がアンカーの位置にいたらどしっと構えてね、守備ガッチガチでね固めてくれることでしょう。あとはスキルがね、ワンパスルーパスとかしっかりと初期からいいもの揃ってるのもいいですね。またブロッカーがない、ブロッカーない人多いので、ブロッカーのねスキルは結構確保したいところではあります。あとはやっぱりキミヒもいいでしょう。キミヒといえば、中盤と右サイドバックをこなせる点も非常に熱いんですよね。両方のポジションをこなすことができるので、 B 固定の選手がなかなか手持ちにいないよっていう方はかなり重宝するユーティリティ選手だと思います。能力も特に言うことなし、さらにスキルもいい。B 固定のね、なんか選手がなかなかいない方は、こういうユーティリティな選手をね、しっかりと持っておくっていうのが大事ですよね。さあ、そして攻撃的な選手、まずスパサブで、こちらはライブアップデート、実は C 固定にならない選手なんですけど、ブラジルはまだリシーズンが続いていくんで、A とか B つく可能性があるんで、持っておいてもいいのかなって思う、アラスカエタ。
まあ、シンプルに FP を持っているという方は取る必要ないですけど、まあ、FP とか持ってないとか、そういう方は通常も、まあ、ある程度はね、戦えるような数値作ることできますし、まあ、スキル追加で保管とかできるんで、その辺してあげてもいいのかなって思う選手です。ワンタッチパスとかがないんで、そちら保管してあげるのもありだと思う選手です。まあ、あとはシンプルパサーとしてはこの男でしょう、デブライネ。まあ、若干のスピード瞬発不安要素はありますが、足元パス、テクニック周りは言うことないチャンスメーカーでしょう。あとはスキルがね、ほんと憎いぐらい素晴らしいんですね。今回ミドルのシュート系、ワンパス、ルーパス、ピンポイントクロス、アウトスピン、ほんと追加しなくてもいいようなスキルが最初から揃ってるんで、もうスキル追加も考えなくて済むので、この選手は持っておきたい選手の一人ですね。さあ、そしてウィング系だったり、まあ、ST だったり、まあ、その辺の攻撃的な選手を紹介していくんですけど、まずはメッシですね。まあ、無料配布とかいろいろあるからもう持ってると思うんですけど、まだなんか FP 持ってなかったっていう方は74番叩いても確保しておいてほしい選手の一人ではありますね。さあ、そしてこっちもそうですね。もう言うまでもないでしょう。ネイマールなんで取らないとってならないですからね。強いから取りましょう。まああとはメッシよりもね、格安で取れるっていうのがいいところですね。まだまだネイマール持ってなかったっていう方は確保してスカットに入れてみましょう。さあ、最後はセンターフォワード系ですね。まずはムバッペ。もうムバッペも説明いらないでしょう。なぜムバッペ取るんですかってなりませんもんね。まあ一番ちょっと気になるのは GP がクソ高いんで、 GP がもったいないよっていうことになるとちょっと厳しいんですけど、まだ持ってないという方はね、是が非でも確保してほしい選手です。はい、今すぐ狙うか検討しましょう。あとはやっぱり高さが欲しいっていう方もねいると思うんで、そうなるとホーランド、まあこの辺がいいでしょう。ホーランド64万もすんだ、割と高いですね。やっぱスキルにね、GP を使うってなると64万割と高く感じますよね。はい、というわけで、いろいろまとめてみましたが、まあその他で言うと、まあこういう選手たち持っておいてもいいのかなって感じします。まあ自分のプレイスタイルに合うとか好みの選手っていう方はね、ぜひこの辺を確保するとスカット C 固定環境でも、十分戦っていけるのかなって思います。まああとは F 過去版の FP は波小さいだったファンダイクだったりクリバリだったりっていうのは、そもそも過去版は波小さい、今通常でね取ろうとすると、または FP で登場してくると波普通になっちゃうので、過去版を持っているっていう方はね、ぜひぜひその選手たちは使えます。はい、そして1点だけ注意というか、まあ、こういうやり方もあるよっていう選手を紹介していきます。それがソン・フミンになるんですけど、まあ、例えばソン・フミンって今通常は波普通なんですよね。トッテナム版のソン・フミン、まあ、こちら30万なんですけど、この韓国代表版のソン・フミンを取ると波小さいで手に入れることができます。注意が必要なのは、代表版ってずっと C 固定なのでライブアップデート対象にならないので、まあ、そこがちょっと難点なんですけど、こっちのアップデート能力変化入ってないんで波小さいのも使えます。まあ、その点ソン・フミンを獲得するっていう方は代表をあえて取るっていうのはちょっとね GP 高いんですけどありかなって思います。さあ、比較してみるとこんな感じですね。まあ、総合値マックスで考えても94と95、しっかりと今回の方が強くなりそうですし、まあ、能力も、まあ、プレスキックカーブ下がってたりはするんですけど、他の数値結構上がってるし、ボディコン6違いとか大きいのかなって思うんで、どうしようかなって悩んでる方は韓国代表版狙ってみてもいいんじゃないかなと思います。まあ、今週ねソン・フンミン D ですし、ただ韓国代表版は C 固定なので C で使えるんで波小さい、その辺の恩恵受けられる点は、本当ソン・フンミン使いたい方は両方持っておくメリットとかもありますね。はい、そんなこともできるんで、ぜひその辺も頭に入れて確保してみてください。はい、ということで以上になります。ぜひ波小さいの選手しっかりと確保して C 固定環境に備えていきましょう。こちらのチャンネル、 eFootball 情報を随時紹介してます。チャンネル登録してない方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。